皆さんこんにちは、村人のゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、村長のゆっくり魔理沙だぜ。今日もこの日で魂を送る惑星からの脱出を目指して頑張っていこう。村長は、わしのキッチンか。わかっている。とにかく今は食堂の外に落ちてきた敵の排除が先決だ。はい。北に向かった敵さんたちは、ユータさんやローガンさん、ターニャさんたちが見事討ち取ってくれましたぞ。うむ、よき働きである。それでこそ私が選んだ村民だ。負傷したユータも、まだ戦えそうだな。しかし村長、わしら UIS の憩いの場にして、このわし、エキゾチックシェフレイムの華麗なる仕事場であるキッチンが。ああ、やってくれたな、クソ中毒ども。村長、すぐに中に突入して、あの中華スさんたちを殲滅しましょう。まあまあ、落ち着け赤まんじゅう。お言葉ですが村長、こうしている間にも、わしらが苦労して制作した調理器具や家具たちが壊されていくんですぞ。ははは、壊したて壊せてとかすどもが。いいんだよ、物なんて。また作り直せばいいんだから。霊夢、それに愛すべき村民諸君、反応炉に火を入れる前に私が言ったことを思い出してほしい。あ、いたずらに感情に任せて飛び込めば、我が村の民に犠牲者が出る可能性もある。まずは落ち着いて、あのカスどもの持っている武器を確認するんだ。了解です、村長。ふむ。どうやら降下してきた中族の部隊は、全員が近接武器のみで編成された脳筋集団のようだな。脳筋ですか。大規模破壊武器であるロケット兵器持ちがいないのは不幸中の幸いでしたね。よし、作戦は決まったぞ。はい、このエースレイムが単独で中に飛び込み、得意の原住民流格闘術で一網打尽にしてやります。急激の2号機見たくなりたきゃ勝手にしろ。やめときます。私を含め数名の者たちはウラニウムメースに持ち帰ろ。食堂内に踏み込んだ後は乱戦になるが、村の長であるこの私を含め数名が壁役となる。霊夢をはじめとしたチャージライフル持ちの村民は、私たちがあの臭い中族どもを引きつけている間に一斉射撃でもって敵を仕留めていってくれ。村長、壁役ならば頑丈さで知られるわしも。却下だ。後ろで撃つ者も必要なんだよ。戦闘員の清とエミーは負傷した村民の回収を頼むぜ。せっかくだ、すでに負傷しているユータが手なずけてくれた UIS 村の守り神、伝説の神獣スランボにも我らと共に戦ってもらうとしよう。村長、たった今反応炉の起動が完了したようです。つまり、村民諸君、よく聞いてほしい。正真正銘、これが襲撃ラッシュのラストバトルになる。はい、そうだよ。だが、特に気を張りすぎることはない。我らの目の前にいる奴らは一体なんだ。ただの風です。その通りだ。他人から奪うことしかできぬ哀れで野蛮なカスどもに、我ら UIS とクソったれ中族どもの格の違いというものを分からせてやるとしよう。はい、分からせてやります。よろしい、諸君。健康的皆殺しの始まりである。さあ行くぞ野郎ども。一人たりとも生かして返すんじゃない。あやや。よし、スランボ、君に決めた。仕方ないな。すごい。スランボさん、中華スさんを複数人相手取っても、全く遅れを取っていませんぞ。さすがリムワールドで最強の巨獣だ。さあ、諸君、今こそ好機である。スランボ、いやスランボが中華スどもを引っ付けてくれている間に、我らも食堂内部に進行開始である。あやい、スランボさんだけにいい格好はさせませんぞ。さあ、UIS555。はいはい、順番に並んでくださいよ。貴様ら、よくもストンチをここまで壊してくれたな。村長、中華スさんたちが撤退を開始されました。ゆるさん、死でもって償え。おや、やれやれ、ようやくご到着か、援軍の文明人たち。どうやら彼らが逃げた中華スさんたちにとどめを刺してくれたようです。いなくてもよかった気もするがな。まあ、何はともあれ殲滅完了だ。はい、怪我人は出ましたが、スランボさんを含め、UIS 村民全員が生存しております。よろしい。これにて襲撃ラッシュ、魔の15日間は終了である。さあ諸君、勝ち時を上げるとしよう。UIS! いやはや、盛大に壊されましたなぁ。なんてことはないさ、このくらい、怪我を負ったのはジャッカルとレフ、ユータミキシー。それに友のご名家、スランボもよく頑張ってくれたな。片付けは私がやっておくので、みな少し休んでくれ。村長、なんだい、怪我をされているのは村長もです。なあにこのくらい、唾でもつけとけ治るから心配するな。村長、なんだ、本当にお疲れ様です。あとはわしらがやっておきます。村長も医務室で休んでてくださいよ。ですです。そうだな、そうさせてもらうぜ。はい、後で麦がゆを持っていきますからね。ありがとうな、みんな。さて、村長も他の怪我人の方たちも、明日明後日にはもう皆さん完治されているでしょう。
反応炉も無事に起動できましたし、あとは襲撃ラッシュの後片付けと、わしの食堂、エキゾチックシェフレイムの華麗なる食卓を復元すれば、それでいよいよゴールですなぁ。おっと、わしらが出発した後には、レイムズキッチンではなく、エミーさんが看板チェフとなるエミーズキッチンに変わるんでしたね。ここまで長かったような、短かったような。気づけばもうすぐ今年の冬も終わりですねー。また次の年が来ますな。ただ、その頃には、もう出発の時期でしょうな。わし、皆さんのこと大好きですぞ。はぁ、どうかされたんですか、村長。いやな、レフのやつが荒れていてな。あぁ、なるほど。レフさんの息子さん、ジュリオさんがお亡くなりになられましたからな。襲撃者として村人の身内が襲ってくることは、他の村でも往々にしてあるらしいが、レフさんは今回の襲撃ラッシュでも特に頑張ってくれましたからな。なんとかしてあげたいところですが。ふむ、そういえばレイム、そのジュリオの死体はどこにあるかわかるか？え、なぜそんなことを。いいからいいから。襲撃ラッシュ中、火葬は一時ストップしてもらっていたはずなので、おそらくこの辺りに転がっているはずなのですがね。島村にも随分と生ゴミが増えたもんだぜ。ちょうど季節が冬だったのもあって、まだ新鮮な状態を保っていますぞ。お、見つけたぜ。これがレフの息子の、ジュリオさんですな。従属としてわしらの村を二度も襲ってきた方です。ふむ。それで、どんな奴だったんだ？え、なんでそんなことを。いいからいいから、はぁ、ですねー、苦手、欠点はなし。36歳の男性で、顔面はわしほどではありませんが美しい。それでいて屈強なガチムチ系。そして極めつきは女嫌い。うほ、ですな。要するに、安倍さんですな。なるほど、よくわかったぜ。それで村長、このレフさんの息子さんのご遺体はいかがしましょうかねー。従属のカスに見ようとしていたとは言っても、UIS 村民の身内だからな。襲撃ラッシュでよく働いてくれたレフに報える意味も込めて、ここは丁重に葬ってやるとしよう。囚人用の独居房を、霊安室風に改装したんですな。うむ。こうやって棺に入れて弔ってやることで、生前にその棺に入っている個人とゆかりのある人間が、たまにその個人を忍びに訪れるんだ。なるほど。これでレフさんの心が少しでも軽くなってくれればいいですな。まあ、とりあえずはな。へ、いや、こっちの話だ。しかし村長、この霊安室、少し温度を下げすぎではないですか？腐ると困るんだよ。は、いや、まあ、あとはこれからの展開次第だな。ほへ？いい加減に入れこら。あ、やっぱりフープストーンは最高だ。ストレスマッハ、見るがいい。この百発百中の神エイムをよ。もうすぐ投げ納めか。そういえば、この土地に来たばかりの頃にも、こうやって私の華麗なるフープストーン術をご披露したっけな。まあ、今日はこのくらいで勘弁してやるかと見せかけて入れこら。はいはい、クソゲーオッズ、二度とやるかこの野郎。おう、またこいよ、ノーコン。改めて見ると、森林狼も随分と増えてきたな。これだけ頭数がいれば、ビッチーも寂しくはないだろう。島村には優秀なブリーダーもいるしな。さて、このキャラメルを食ったら、サクサクっと食堂の復旧工事をしていた。あかん、キャラメルが喉に詰まった。霊夢印のキャラメルはうまいがでかすぎるんだよな。噂で聞いたが、外の世界ではジンギスカンの味がするキャラメルとやらが大人気らしい。うまいのか、それ。まあ、とにもかくにも復旧工事だ。襲撃ラッシュでできた傷跡を全修復した後に、ちょっくら所用を済ませてから宇宙に旅立つとしよう。村長、わし、お目覚めでございます。おう、起きたかねぼすけまんじゅう。すいませんね、昨日の夜にどなたかがフープストーンの前で叫んでいたせいで、村民全員がねぼすけ気味なんですよね。まあ戦士にも休息は必要だからな。今日で6年目の冬も終わる。7年目の春が来る前に、手早くキッチンの修復をしていくぞ。あいあい、サクサクっと行きましょう。というわけで、いつものようにクリスピーな食感で復旧工事完了である。これで襲撃ラッシュ以前の状態まで、UIS 村を修復できましたなぁ。いやいや、霊夢くん、まだ残っているだろう？え、そうですか、もう十分に綺麗になったような気がしますが、現実世界でもすでに年末の大掃除シーズンである、リムワールドという星の環境をクリーンに保つためにも、UIS 村の大掃除、最後の締めとして、産業廃棄物の適切な処理を取り行っていくとしよう。あ、あいあい。あと、村長は食べ残した飴を、ちゃんと片付けてからお休みしてくださいね。はい。素晴らしい。このぎっしりと詰まりし文明人どもの屍の数々こそ、我ら原住民村が並みいるくそったれ文明人どもを乗り越えたことの、何よりの証拠、証明となるだろう。すなわち、Evidence。村長、ふふん、世間はもうすぐ試験や受験が近いだろうからな。これで最近話題の英語試験でエビダンスという単語が出ても、愛すべき視聴者さんたちは迷わずに回答できることだろう。それは何よりですが、
しかし村長、こんな腐乱死体だらけの光景を見させられて、わしの心情値はマジなイアガラの滝ですぞ。本当はこの倍くらいはあったんだがな。え、そうなんですか。冬の間のざらしにしていたら、森林狼やメス豚たちがそらもうすごい勢いで食いまくってしまってな。え、よほど人間ってもんはうまいらしい。さすがのわしでも人は裁きたくありませんぞ。先にレフの息子の死体を別にしておいて正解だった。まあ、何はともあれこのまま生ゴミを村内に置いておくと、たまに訪れた旅人たちに、UIS 村がゴミ屋敷村だと思われてしまうからな。まるで地獄のような光景ですな。繊細すぎるわしでは、扉から覗くだけでも気分が悪くなってきますぞ。ああ、霊夢。その位置じゃなく少し上に移動してくれ。はぁ、あ、よし、諸君。定位置に着いたな。はい、村長、わしら発送です。よろしい。それではあらかじめ支給しておいた着火用手榴弾、通称モロトフのカクテルに持ち替えてくれ。はい、村長、持ち替えました。さっさと終わらせましょう。よろしい。私が合図を出したなら、各自手に持っているモロトフのカクテルを、できるだけまんべんなく部屋中に投げ入れていってほしい。はい、村長、とっとと終わらせましょう。うむ。実によろしい。さあどんどん投げ入れろ。うっふった。立ち上る炎に混じって嫌な匂いが、同じところに投げても仕方ないからな。よく生ゴミが燃えるように、均等にだぜ。村長。わしらもう産地が限界でございます。ふむ。まあ、これだけ火がつけば十分だろう。各員ご苦労だった。食人志向者のシェフ、エミーが新鮮な肉でステーキを焼いてくれたそうだ。みんな、冷めないうちに美味しくいただいてくれたまえ。無理です。それでは、鮮やかに燃えていく文明人どもの死体を、じっくりと観察しつつ、今回はここまで。ちなみに次回が最終回です。ご視聴ありがとうございました。